ガス高効率型給湯器、エコジョーズコンデンシングボイラーとは、洗熱を利用することで、熱効率を高めた高効率の燃焼式給湯器である。洗熱回収型給湯器とも言う。燃焼式給湯器では、燃料の燃焼ガスを熱交換器に通し、高温のガスから熱を回収することで水を加熱する。しかしながら、従来型のものでは、 熱交換後の排気ガス温度が摂氏200度程度あり燃料のエネルギーのうち80%程度しか回収できていなかったコンデンシングボイラーでは従来排出していた熱交換後のガスを二次熱交換器へ通し水を予熱するこの過程で燃焼ガスの温度を摂氏60度まで下げることでガス中に含まれる水分を凝縮させ鮮熱を得るこれによって 熱効率の向上を実現した。熱効率が高まることにより、燃料の消費量削減と、それに伴う二酸化炭素排出量の削減が期待できる。コンデンシングボイラーでは燃焼ガスの水蒸気を凝縮させる構造上どうしても凝縮したドレン水が発生するため、その排水が必要である。しかしながら排気ガス中には、窒素酸化物や、特に石油式の場合は、 酸酸化物も含まれれるるためこれらが水水に溶け込んでドレン水は酸性となるそのためコンデンシングボイラーの設置に際してはこれを中和するための装置と排水配管の施工が必要になる集合住宅ではこの排水配管の付設ができないためコンデンシングボイラーを設置できなかったが一部の風呂、給湯器では 浴槽の排水後に中和した排出水を追い出き配管に流すことで排出させる機能を持たせることで排水が困難な箇所へも設置できるものが開発されている。中和装置には炭酸カルシウム系天然石を主成分とした中和剤が用いられており一般家庭用途では約15年程度の寿命の機種が多い。本来、給湯器から発生するドレン水は 生活に起因するものとして、汚水と位置づけられ、下水道などの排水設備へ流さなければならない。しかしながら、という理由により、2012年3月に国土交通省より、鮮熱回収型ガス給湯器等レン排水の取扱いについてというガイドラインが策定され、この中でエコジョーズのドレン水を雨水と同様の取扱いとして、 必ずしも汚水系統の排水設備へ排出する必要がないという見解が発表された。個々の自治体においては諸条件を検討し判断することとなるが、このガイドラインによりエコジョーズのドレン排水を雨水として扱うことの根拠ができたと言える。コンデンシングボイラーのうち都市ガスや LP ガスを燃料とするものはエコジョーズの愛称で呼ばれる。 従来型のものでおよそ80%だった。熱効率を95%程度まで高めている。2000年6月に高木産業が販売を開始した。製造メーカー石油を燃料とするものは特にエコフィールの愛称で呼ばれる。熱効率を83%から95%程度まで高めている。2006年12月に能率が販売を開始した。 製造メーカー、ありがとうございます。